はい、柿谷選手です。カッキーです。先ほどのね、ガチャの評価に続き、今度はガチャ引きの方と、あと各クラブごとのランキングを発表させていただきます。まずはパリからですね。ちょっとね、正直引こうか悩むんですけれども、パリは。もう、ほぼほぼね、見飽きしちゃったのもあるんで。まあ、なので欲しい選手、この中だったら、もう当然ね、ローンリックで言えばネイマル、ムバッペとかなんですけれども、もう持ってるので、今回一番欲しいのは、キンペンベ。難しいね、発音が本当。キンペンベ。1位はキンペンベ。で、次が、モイーズ・キーンかな。正直もう、あと3位は誰でもいいって感じです。ネイマール、ムバッペはね、来すぎ。とりあえず、キンペンペとミツキン。この2人かな、1、2。じゃあ、早速引いていきたいと思います。パリね、もうちょっと序盤で来てくれれば嬉しかったんですけどね。でも、序盤控えたせいか、終盤にこんなゴタゴタでね。あ、じゃあ、というか、チャンピオンズリーグで勝ち残ったからか。ってのもあって、こんなグダグダになっちゃったんでね、難しいですよね。あら、左利き。ってことは、あれ、もしかして、もしかして。来ました。いや 失礼しました。詰まった。いきなり引いてしまった。運をいきなり使ってしまったようで、ちょっと怖い。今までのパターンで、この最後に引くところでね、一番今回リバプール狙ってるんで、前回も漫遊で散々な目にあったんですよね。いやー、使い果たしてほしくないな、運をここで。でも最初に引いたんで、次はね、もういまいちなのを引いてって、運気の方をね、ちょっと回復させていきたいと思います。右足、ネイマールかな？違う。まあ、いいかな、ここ。回復、回復。正直、育成のことも考えるとね、キンペンベもう一回でもいいんじゃないかなと思うんですけど。難しいね。でも一応、モイーズ・キンは欲しいかな、記念に。多分、総合力98だか7ぐらいいくんですよね、今回のモイーズ・キン。あれー、飛ばしましょう。まあ、ここで運気の方ちょっと回復させました。次が、これね、レアル。レアルももう散々後半来ましたよね。まあ、当然ここはクルトワ。もう絶対クルトワが1位で欲しい。次が、まあね、もうカゼミーロとかも引かせてもらったんで、もう。次、モドリッチ。で、ミリトンもね、一応持ってるっちゃ持ってるんですけど、今回最強ミリトンだと思うんで、次ミリトン。1位クルトワ、2位モドリッチ、3位ミリトンですね。この順番で引いていきたいですね。ビニシウスとかもね、本来ちょっとね、欲しいっちゃ欲しいんですけども、やっぱり決定力とかね、その辺がひどすぎるんですよね。パス系とか意外といいんですよ。ただ決定力だとか、確か、まあ、ひっくるかその辺がひどかったかな、相当。フィジカルとかね。あれ、風見るかな？あ、違う。え？おー、ミリトン。ああ、いいですね。いやー、なんかちょっと良さげなガチャだな、もう。レアルはこれだけでも割と、当たりだったような気はします。最低限もう一人さえ来ればね、ガチャって全然いい方だと思うんで。でもね、クルトワが欲しいかな、せっかくなら。くそ、こういう時にキーパーって来ない。これこそ誰だ？風見るよ。まあ、今までね、引いたことなかったんでね。この間まで。嬉しいっちゃ嬉、いや、もう今はあんまり嬉しくないな。こっちはこっちで座ってみようかな、でも。メンバーだけ見れば全然豪華なんですけどね、誰引いても。ただ、ちょっとここまで終盤まで来て、しかもガチャがこれだけ偏ってると、選手が被りすぎてちょっと辛いですよね。うわー、来なかったか、クルトワ。アセンシオとかかな、左なんで。アセンシオも一気に来ましたよね。最初頑張って座ってたんですけれども、スパサブだったし。でも、いつの間にかね、ポジションが LMF から右ウィングになってて。
かも結構触ってるのがきつい。ないかな。まあ運気を養ったと思えば。そしてリバプール、ここで引いておきたいのはサラーかな。一度も引いてないんで今作。1位サラーで、次がね2位がマネで、3位がカバクかな。その次もワイナルドゥムとか。ジョタはね、確か能力は上がってるんですけど、スパサブがなくなってるんですよね。アーノルドはほぼ毎回のように低い感じなんで、もういいかなと。うん、あとチアゴもちょっと使いづらいかな、今作だと。さて、サラーさんお願いします。まずは左足でね、来てくれないと。さあ、お願いします、お願いします。中盤になってからね、ですけども、やっとね、ちょっとウイングとか使い始めたんで。うわぁ、もうない。これはマネでもない。ん？あ、カバクか。あ、全然、よかったよかった。育てるの大変ですけれどもね、ちょっと頑張って、なんとか育成の方、やっていきたいと思います。あー、いきなりちょっと運使ったの怖いな。さあ、でも、サラ、引こう。だってもうこれリバプル最後って、クラセル下手すと最後でしょ。いや、ここは引いておかないとな。アーノルドじゃないよね。まあ、あー、またアーノルドか。毎回更新し、あ、なんていうんですかね、強いの引くんで乗り換えがめんどくさくてちょっとやめたんですよ、アーノルドを育てるの。ちょっとそこら辺コナミさんなんとかしてくんないかな。もう一応ね、選手はスタメンだけでも11人いて、合計ねベンチも含めて23人ぐらい確かいるはずですから。引けなかった。まあでもカバクの育成が楽になったってことで、マネットサラー欲しかった。いやー、今回は渋いガチャですね。非常に悪くはないんですけれども、で他見てきますけど、これこのさ、何ですか、もう三浦和のこの晒し上げみたいな。レジェンドで現役、確かこれ50歳の数なんですよ。で50何歳の数と、でこの若かりし頃のアイコニックのガチャの、数、もう明らかに今は乏しめるようなね、ちょっと浅はかなガチャかなと思うんで、個人的に気に入りません。もちろんね、持ってたらね使いたい選手ではありますけれども、ちょっとコナミさんその辺どうかな、なのと。あと久保くんもね、あれだけ FP 出して頑張って、こっちも出るたんび引くたんびに更新してきたんですよ。なのに最後の最後でちょっとこういうことやってくれちゃって、 FP が全て無駄になるんで。しかも能力やっぱ異常にね爆上がりしてるんで、確かスピシェンがもう98級ぐらいとか、恐ろしいことになってますね。で、フィジコンも割と高かったはず。ちょっとその辺許せないんで、評価もしません。ね、コナミさん本当どうなのかなって、今作は本当にひどかった。FP が特にもう爆死してましたし、アイコニックで、まあお金ね、すごい目先のお金を稼ぎに来たなってイメージがあります。で、こういうことするってことは、あんまり、ユーザーのことを、まあ当然ないがしろしてるわけじゃないですか。ということは先のことはあまり考えてないんで、僕個人は前もちょっと話したんですけれども、PS4 の売れは数年以内にはなくなるんじゃないかなと思ってます、個人的にはね。アプリが絶好調なんで、多分そっちに一本化するんじゃないかなと思うんですよね。で、アプリに比べて、まあライセンスとかいろいろ問題ありますけれども、こっちの方は PS4 の方が多分お金かかってるんですよ、やってる人は結構。なのに、まあ、なんていうんですか、アプリの方がお手軽にレベルも上げられますし、育成できますし、でもって結構ガチャのね、バリエーションも豊富なんで。ってことを考えると、PS4 はもう終わっちゃうんじゃないかなと、個人的には思います。すぐにってことはないでしょうけどね。まああくまで数年以内と漠然としたことですけれども、でも5年以内ぐらいになくなってもおかしくないなとは個人的に思っています。今回ちょっとね話脱線しちゃいましたけれども、気に入っていただけましたらね、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴していただきありがとうございました。